高尾です。前回から W1 のことでお世話になっている森秀オートにお邪魔しております。今回は目黒 K2 がついに登場。森さんの神解説が聞けましたのでどうぞお見逃しなく。じゃあ続いては、こちら、森社長の、所有されるバイクです。社長これ、バイクの名前は正式名は、はい、川崎目黒 K2。 目黒 K2、うん、ここに書いてあるように、はい、ちゃんと目黒をつけてある。ああ本当だ。今あれですね、巷で話題の目黒 K3 の前身といいますかオリジナルになるわけですね。これ目黒って書いてあるだけだと、これって目黒が川崎と合併した間際のタンクバッジっていうね。これが川崎マークです。あ、そうかそうかそうか。これが川崎。この目黒の上が川崎マーク。そうですね。そうか。なんで当時はもう Y カバーも川崎ってもうこの前の K1 までは目黒って書いてある。ああ、そういうことですね。さあ、これであなたも川崎、そして目黒が語れます。1960年、目黒製作所、川崎航空機工業と提携。1963年、目黒が傘下となり、川崎目黒製作所に、1964年、川崎航空機工業に吸収。川崎500、目黒 K2 を再設計。翌65年、川崎 W1 へと進化していくこととなります。ここは後期型になると、目黒って入んなかった。K2 の後期型は、何も入んない。初期は目黒が入ってる。はい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 。あ、そうなんですね。貴重なんですよこれ。マークなしのこのゴムってなかなかないんです。ああ、そうなんですか。要はこれが川崎、僕らの W1 の要はオリジナルというか元々だと書いてあるんですね。この辺なんかもあれですもんね。W1S、W1 か、ワンキャブの初期と同じタンク。そうですね。あれですよね。僕ら3なんかですと全部ここからオイルパイプ両方とも2本ともインとアウトが出てるんですけど、目黒ですとかワンキャブなんかはここに取り出し口があってっていうところですよね。ここあれですもんね。若干細かく言うと、W1 はこの高さが低いの。でこれはちょっと高いんですよ。不評だったんだよね、足に当たるっつって。だから K2 は上にあったけど W1 はこのまんま低くしてる。W1 のやつはここがもっと低い。背が低くなってるんですね。やっぱり邪魔なんだよね。そういうことですね。当たるから改良してる。首が立ってる。だから少しずつ改良してるんですよ。 W1 までいくのあれですもんね。これウインカーだってあれですもんね。これ何が対抗ウインカー。前から見ても後ろから見ても分かると。だからあれですよね。対抗ウインカーの場合は付け忘れが少ないっていうんですね。はいはいはい。よく見えるから。あれですね。メーターなんかも面白いですね。あ、これあれですね。森秀オートのシールが入ってる。無理やりつける。面白いな。あとなんか特筆すべきところってありますか？あ、本当だ。これ当時の純正ホーン。日光ホーンですね。日光ホーン純正。へえ。これちょっと鳴らしてみませんか？ちょっとこれ鳴るんですか？鳴るよ。どんな音するんですか？結構大きい音するんで。へえ。今のフォーなんかでも全然大きい音してますね。うん、面白いな。あんまり本のこと褒めるとたけちゃんがなんか文句言いそうだからあんまり本のこと褒めない。K2 もそうなんだけど、キャブレターがどうしても純正のキャブレターで今朝食走ってるのはなかなか珍しい。当時のこれ余る日本余るの本当だ、うん、余るのこのキャブが、みんなこの後期型になっても、K2 でも、ダブルと同じ三国のキャブに変える人がいるんですけど、まあ、当時のこの余るキャブで朝食が走ってるのはなかなかないです。初代ワブル1だけがワンキャブです。これ、要はあれですよね、海外の余る車線のキャブレーターをライセンス、三国がライセンスを契約して三国が余るを作った時代のキャブレーターって言うんですね。へえ。だから下のところがこうやって丸くて、あれですね、下のうちのはこれオリジナルで今調子よく乗ってるなんてのはなかなか、貴重な個体の一つ。ただ付け加えると、もともと K2 は K1 を要するに、まあ、モデルとして川崎重工で開発したのが K2 なんですね。で結局 K1 はもともと BSA の A10 とかあの辺をモデルとして作ったのが K1 なんです、だから K1 に余る作ってるのはもともと向こうのイングランド余るをそういうことです ねジャパニーズは三国で作ったそういうことですね、だからもともとだから W1 はみんなほら向こうの A 社のパクリっていうんだけど、もともとは K1 は向こうの A 社のモデルを真似して作って、だけど川崎は W1 もそうなんだけど K2 はエンジンの目黒のエンジンは基本的に使ってないんですよ、川崎で開発したエンジンクランクケース、だからそこでもう目黒はもう川崎で開発されたのは W1、 ああそういうことですね、まあこの K2 W1、よく目黒の、シリンダークランクなんて似てるけど W1 とは違ってだから言いますもんね。 BSA うちに上に A10 があるけど、クランクケース見たら K1 と A10 そっくりですよ。ああ、そういうことなんですね。目黒っていうのを消しちゃって、BSA のクランクケースの写真撮ったやつ目黒のと消して撮るとあれ同じエンジンじゃねえかってぐらいに、ああそれぐらいきちんと成功にというか、クラッチケースなんかまるっきりそっくりだから、だから BSA にも似てるっていうのはクラッチケースは K1 をモデルにして K2 作ってるから、クラッチケースはやっぱり BSA と似てる。ワイカバーナはほら全然ほら川崎はもう川崎のワイカバーナ、よく BSA シューティングスターって言うんですよね。シューティングスターをかたどって目黒がっていうふうによくね、書籍の中にも書いてあるんですよね。当然川崎重工はねシート、純正シート、ああこれすごいですよね。もう全然すげえ程度のいい新品全然滑らない。この間十国峠には前のシートで行ったけど、今日はもうお色直しで純正シート。こんな純正シートを持ってる、そう出てくる森さんのところがすごい。すごいよなこれ。ね、大体皆さんね、劣化しちゃってここのところシート側が少しツルツルしちゃったりして乗ってて、これあれですよね。タックロールがないんで乗ったりするとお尻がずれてきちゃったりするんですけど、これはもう新品なんで見てください。この全然引っかがりがあって新品のあれですね。K1 はこの生地がツルツルなの。あ、そうなんですか。川崎になってやっぱりザラです。なんでかっていうとやっぱり滑るんで。そうですよね。だから川崎になってからこのザラザラが主流になって。だから目黒のやつ S3 なんかもあるけど、プラ型シートなんかツルツルだ。あ、じゃあそもそも元々そのシートのが劣化してるでツルツルじゃなくて、最初からシート側がツルツルだったんですね。ああ、そうなんだ。さすがこういうことはあるんですよね。当時を知る人じゃないと分かんないですよね。へえ。他に何か面白いことって何ですか？あ、これあるんですよね。ほら、もなかマフラー、合わせマフラーね。結構これであれですよね。手に入らないから、後から買えちゃった人なんかです。このマフラーじゃない方なんかもいらっしゃいますよね。これ社長ちょっとエンジンかけてみましょう。やってみてください。かけてなかったもんな。お金やったから鉄柱は来ねえと思う。こないだ鉄柱来たもんな。を変えて。やっぱりビニールやってるでかくなってます。ああ。それはほら持ってるじゃん。はいはいはい。こうでかいってことは自分で回せるってことはそういうことですね。簡単に右手で手を下を入れて回転できるように。そういうこと。全然いいですね。あれ乗ったっきりあれのしょうがない以来じゃない。やっぱり W1 と違ってあれですよね、このチャンバーというか膨張質が大きい分だけマイルドというか、消音がもうこういってこういってもう最後までもう消音聞いたまま出てくる、そういうことですね。森さんの神解説いかがでしたでしょうか。長くなりましたので今回は一旦ここまで。目黒 K2 の走行シーンは次回にまたお届けいたします。